ブルマトは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ブルマトは、国道63号線を通じて、ストラスブールの 17km 北、アグノーの 13km 南にある。西には、A4 のバイパスがある。ゾルン川がコミューンを横断し、マルヌオーラン運河が南西部を通過する。1932年に撮影されたブルマトと、 ソルンガはブリュマトの名は2世紀のプトレマイオスの地図においてブロカムゴス、3世紀のエルイーティネレア・ディ・アントニンにおいてブロカムイグスとして現れる。2世紀から4世紀までラテン語のブロカムゴスであった。770年にはブロクマガドという都市として記され、889年にはブルーツマガドであった。七十三年にはプラマット、年には ブルーアメイド、1165年にはブルームッドであった。ブルマとは、過去5000年以上、集団なしに人が定住してきたアルザスにおける数、少ない場所である。ケルト系の鳥星族の本拠地で、ガロローマ時代は、ブロカムイグスの名であった。紀元前58年、ガイウス・ユリウス・カエサルによって、アリオイストゥスが退けられると、ローマ人によって、鳥星族は、 ライン川ウガンでの定住を許された。テイアルザスは鳥氏族のキビタスティボーコラムとなり、その首都が現在のブルマトである。ほぼ4世紀にわたるローマの平和な時代にブルマトは築かれた。しかしローマが衰退するとブロコマグスは滅びた。13世紀、ブルマトはテイアルザスの辺境白領となった。14世紀には町の地位に昇格している。 リヒテンベルク家と雷人間家がブルマとの支配権をめぐって絶え間なく衝突した。参照元、INSEE とかしに。ありがとうございます。